thank mm -hmm. you テレ国会議員みわチャンネル突撃長田町ユーストリーム公認スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしています。この番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時、国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます。生放送視聴者参加型番組ということで、これを見ている皆さんからツイッターなどのソーシャルメディアを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います。うん、1> 第121回目のゲストはこの方です。民主党高梨和子衆議院議員です。こんにちは。

何年前になるんですかもうですね500年前でしょうね<え>民主党が政権を取る前ですからその時の「昔のみわチャンネル」で議員会館に行って質問をするときに出演していただいた、はい、そうなんですよそしてお話を伺ったらば前職の,あの東北放送ともつながりがあるんです,そんですっていうようなお話を伺って元東北放送の局アナであり、えーせえー、報道ですかはいそうですね一般いろいろさせていただきます、ね、地元に帰れば有名人<や>これも有名人ですけども <laughs> 本当に有名でねずっと言われて こういう方が出るんだよ出,る出てるんだよってことを、ね、言われてで今古巣の,の東北放送さんとも再会されてねここでそうなんですかあのこのスタジオ初めて伺わせていただいたんですけれどもあのこの雨の強い中あの毎回こんなふうにおいでになられるんですかそそうででですすすよねねね毎回さん、ね、ごいれで ですからあのえっとかつての仲間に先輩先輩後輩後輩ああ全部後輩でした後輩でしたそうなんですか私が一番上でしたですね年はあの社長の方が上なんだけど私の方が入社が早かったんですねなので私のが威張ってますそうですかいやでもね本当にこうあの前もそういう質問をさせていただいたんですけども畑が違くてね今もう生き生きとされて。 素晴らしいですね。生き生きとしてますか？してますよ。民主党の中で唯一ですよ。いや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 、あの民主党自体がねあの少なくなってしまいましたからね。だからあのねずっと昔私インタビューされた方でもいないんですよ。だから今日会えたの本当嬉しいですよ。今ねあのえっと衆議院はですね、女性は民主党三人しかいないんですよ。え本当ですか？本当に。じゃ菊田真貴子さんと、そうそうそう菊田真貴子さんと小里和子さんと、あとは辻元清美さんと。え その三人だけなんですよ。辻元さんよかったですね。民主党来てくれてね。そうです。転校生ですけどね。うん。そ,そんなになっちゃったんですか。そうなんです。まあ、小沢ガールズもね、皆さんいなくなっちゃったし。<う>まあ、でも、県の頂戴をね、今狙ってますからね。うん、どこまでも理解せるかですね。ねずっと今民主党のこう流れで来てますから。ね、あ、この美輪チャンネルさん、ね。そうですね。はい。ぜひ頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい それでは行ってみたいと思います、はい、幸せ度数年表ですあ、すごいですねポスターが あすみません、えー、はい華やかですねやは、えー、後ろにこうやってあるとねあの、えー、後ろは宮城県の、えー、あの今日お話にも出てくると思うんだけれども、はい、あの被災地の皆さんたちが復興こういうふうに成し遂げましたよということで宮城県が作ったポスターなんですけれどもあ,<ー>あの皆さんにご紹介したいなぁと思って,持ってまいりましたこれは復興のポスターということですねそうですねえっ、ー、とー えとこのお魚の方はあの石巻石巻漁港がきれいになったんですけれどもそこであの市場の皆さんたちが、うん、あ,のありがとうっていうメッセージを出してくださってますしそれからこっちは渡りいちごハウスですねこれも本当に大きなあのハウスができましていちご出荷できるようになってますのであのその写真も持ってまいりました。宮城 選挙区じゃないんです。<う>残念ながらね。あの、あの<う>これは違いますけどね、あの、小利和子さんは。選挙区は一応一個ですが、比例復活されたんですよ、ね。仙台市、そうです。仙台市<っ>青葉区大学区です。ぜひ次はよろしくお願いします。はい。あれだって。<laughs> えー、1957年生生ままれれというこにた仙台で生まれましたずっと長いもんですから、ええ、思い出すのが大変だったですよ <laughs> そんなことないそういうふうに見えないですよねいやー大変だったですそう,そうですかじゃあご本当にあの宮城県が地元なんですか地元ですあの秋保って書いて秋保そ,そ,そ,そうですそうですそうです結構今どうなっちゃってますあの震災前はよく行ったんですけども今もいらしてください あのぜひお待ち申し上げております。美味、ね、しいお料理といいお湯で美人の湯で一泊十万円とかあるんですよ。うでしょ。<laughs> そんなところにお泊まりなんですか。佐料草園とかね、あ,あの園とかはもうなだらるね。私じゃないですよ。不倫旅行のメッカですから。<laughs> 私じゃないですよ。本当に<ー> <laughs> 本当に違いますからね。一般的にはね。はい。<laughs> <laughs> はい、そしてあのどちらの大学ですか。 えと東北学院大学っていう、まあ、仙台の,あの私学、ね、本当に、ま、地元なんですねそうなんです出たことないっていうぐらい、えー、そしてあのー、もう優秀でお出になられて <laughs> なんでとこに全然全然 <laughs>、あのー、地元の、えー、そうなんですよ優、えー、と言われるテレビ局、えー、TBC に入社されたということですかああそうなんですねもう本当に地元ばっかりっていうか仙台ばっかりっていう、ね、じゃあ,あんまり東京にもあんまり来てなかったんです、ね、なああ出たことないですねうん、うん、本当。 おっかさんあれが二重橋っていうのもああね、あ、つい知らないです、ねい。知ってますよ。あ,あ、それぐらいのイメージですね。あ,あ、そこ,こですね。就職ぐん、はい、と上がりましたね。 まずねあの<っ>アナウンサーになるっていうのが小さい頃からの夢だったんですよ。華やかだし滑舌もいいし、うん、そんなことはないんですけれどもその夢が叶ったっていうのでちょっとまた幸福度が高くなって、えーまあ、結婚出産というそういういい時を迎えたというかな。う で,すかでも当時はあれですよねなかなかこういう局アナとかバリバリテレビ局で働いているような方が出産するっていうのは大変だった時期だったんじゃないですか、うん、まだねあの産休はあったけれども育児休暇ができていませんでしたし、うん、この1979年っていうのはあの雇用機会均等法の,あの制定前ですし男女共同参画基本法も まあできていないという時代でしたから大対に厳しかったと思うねでも先輩があの本当に切り開いてくださったのでえ子供を産んでも仕事に復帰することができたしそして仕事を続けることができたというふうに思ってます,そうですかテレビ局時代は何年ぐらいだったんですか<笑><笑><笑>何年って十数年ですかえっとですねあのー 転換を図るまでにはえっ、ー、と二十六年か七年経ってるんですよ。だから<ー>よくテレビに出てた出てましたよね。いや本当に有名ですもんね。ねいやいやいやあの今はねほらねえっとデジタル化の前でしたから、えー、そんなにあのくっきりはっきりでもなかったのかもしれないです。<laughs> デジタル化になると,なとな、ね、ほらねあの白髪の一本一本もシワの一本一本もはっきりするでしょ。四、ね、K とか八 K なんて言ったらとても ね、耐ういいまあ、たたないですね <laughs> そういうことねでもやっぱり当時は熾烈だったと思いますよ女性の社会でもその局アナ同士、えー、報道局の女性同士っていうのもね結構熾烈な争いっていうのはあったと思いますよそんなことはなと違うと思いますよそんなことはなかうんですよねただねあの、えー、私、えー、と子供を産んで、えー、子供が満2歳の時に夫があの ああそうだったんだと思いましたけれども転勤族だったもんですからあの福岡に転勤の話がありまして単身赴任を彼は3年ちょっとしたんですねでその間ちっちゃい子を抱えて、えー、結構大変でしたねやっぱり綱渡りのようなあの仕事と家庭と子育てとっていうそういうところを経験してですね、あのー、やってまいりました、うん、そうですかすいません不倫だと思うんですけど郡さんとしたいなってきてますよ <え> <laughs> さっき私が不倫のことを言ったからと思うんですけど小堀さんとしたいなってなんという素晴らしいですねそういう思う気持ちっていうのは重要ですよねいくらね世間的に許されないことであってもねそう思う気持ちっていうのが人間重要なんです出、ね、<laughs> て,てきますね。<laughs> あの、一番代表的な番組っていうのは、何だったんですか?。えっとね、夕方のニュースをやってましたんですけれども、あ,<ー>あの、その他には。今日は、あ、え、のー、まだおりますけれども、家族の仲間なんですが、のはい、あの、藤森さん。ええ、でも、藤森さんとかぶってないでしょう。かぶってるのよね。<え>同じ番組でお世話になりました。そうなんですか、えー。週刊パパラビゾーレだった?。<laughs> 違った。 あ、それではない。あ、あごめんなさい。あ,あの、もうでもずいぶさったですね。あのラジオの番組だった。あ、ラジオの番組でした。あ、そうか。TBC はラジオもてるからテレビもラジオもそうなんです、ね。ラテレの曲なんですね。で、あのいろいろとあの取材をして自分でも番組を作ってっていうことをやってですね。うん、あのいくつかのドキュメンタリーを制作してあの賞をいただいたりしたんです。で、それもまたあの非常に私にとってはですね、この政治の世界に転じるあの。 なんていうんですかね、こう思いにつながったところがやはり現場を見てきたということですか、えー。えー、やはり一番大きななんか事件というかその取材現場というのは何だったんですか、ね。あのー 今ね法務委員会に所属してるんだけれども取り調べの可視化っていうことがなかなかできないでいるんですが鈴木宗男さんのお嬢さんもねそれを力であそうでしたねえの冤罪がやっぱり生まれるっていうことでこれ何としてもやっぱり早く作りたいと思い特にね。でね当時宮城県では今大崎市になりましたけれども松山町っていうところで一家4人が惨殺されてす 放火された事件がありまして斎、はいえー、藤幸雄さんという方が捕まって、はいえー、死刑判決を受けたんです。だけれれどもあのそれこそこ 最新の道が開かれまして、えー、ちょうど私が入社したしばらくな2年ぐらい経った後だったんですけれども最新無罪判決が出たんです<ー>それでその斎藤幸男さんもう今亡くなられましたけれども斎、うん、藤幸男さんのところにたびたびお邪魔してね国売、えー、訴訟とか本当に厳しい中あのー、まあ ご自宅で、えー、お母さんお母さんは息子の冤罪をあの訴えて、えー、仙台市の,あの一番町の角に雨の日も雪の日も風の日もずっと立って署名をされてたんだけれどもそのお母さん年老いたお母さんと一緒にお暮らしになってたんだけど自由人になられてねそれでそこに一生瓶抱えてあのよくお尋ねして斎藤幸雄さんの話死刑囚の暮らし でどんなだったかとかいろんなことを聞かせていただいたりして、それをあの番組にあのできればいいなってえ活動していたり、まあいろんなことをやっぱり教えていただきましたね。そこからですね、やはり、うん、あのまあ今も法務委員会にあの所属されているという流れなんですね。はいうん、それとあのえっ、ー、と。 えー、東北高校が野球の,あの東北の優なんですけれども、はいえー、ダルビッシュがまだあの東北高校にいた時代ね。ーはあ、あのベスト4に になるその試合に合わせて、はいえー、東北高校の第一次野球のあのなんだろう輝かしい時代を作ったあの早間次郎さんっていうピッチャーがいたんです。後太陽ホエールズに行って、はい、あのあまり活躍できなかったんですけれども彼は実はあの日本人じゃなくて<は>、えー、朝鮮からかれあの来られていた方だったもんですからあ<ー>まあいわゆる在日だったんですね。それでいろんな差別を受けていくわけなんです。はい、で当時あの王貞治さんも、はいうん、あの忘れ 実業の時に、ね、あのその葉山二郎さんとやっぱり試合されてるので王さんを三球三振に取ってるんですよその葉山二郎さんが。でその後また王さんはすぐホームランを打たれるんだそうですけど。ど王さんも同じように国籍の問題で国体に行けなかったりそれから日米野球なんかにも行けなかったりしたっていうこともあって王さんにも取材をさせていただいたりしてね、はい、あのその葉山さんっていうのは、えー、北朝鮮の帰国事業で。うん 戻られたんですけれども、はい、戻られたっていうか、うん、行っちゃったと言ったらいい。はい、えその方のドキュメンタリーとかも作ったりとか、そういうのもきっかけになったということですね。うん、いろんなところですね。うん、でも中心にあるのはやはりあの人間ですから、うん、人間があの尊厳を持って生きられる。 えー、そういうことが重要だなという視点であのこれまで取材をしたり、はい、番組を作ったりしてきたところだったんですね、えーえー、でそれがあったからこそ、はい、あの国会に出るということになったんだろうなと思います。ここ初当選が年の47歳の歳時ですね、うん、これは まあ最初から民主党でですすよねそそそうそうううややはははりりれれどい流あの民主党っていうのは、うん、あの人権を重んじる政党だったしそれからまた人を大切にする暮らしを中心に考えていくそういう政党だというふうにも思いましたし、うん、あの女性に対しても大変あの優しいお金がなくても、うん お金がなくてもね大丈夫です甘く<う>ないです甘くないですね <laughs> 大丈夫こすです選挙にあの出られるというようなこともありましたしねじゃあ協力金とかは募集とかは今のあの募集される場合でも民主党は出してくれる政党だでしたっけ <laughs> えとね、あの先週、大西さんも話してらしたかと思うんだけどだ小選挙区の分は300万なんだけどこれはまあ自前で、はい、あの出しますけれども当選すれば返ってくるのでね比例になると600万なんで、まあ、その公認料ということで、まあ、入ってきたので使わせてていいただいてますけど優しいですか議員に対しても。 民主党はえー、と他の党は分かりませんから <laughs>、ええなんとも評価しにもちょっとずっと行け行ずのとき政権交代まではね郡和子さんだって入ってよかった民主党と思ったかもしれないけど今、ちょっとね揺らいでるかもしれないですよね。 でもあの私たちの時にあのまに、あ、政権交代がその後2009年にあるわけですけれども、うん、あの女性たちがもっとあの生活しやすい活動しやすいようにということで第三次男女基本共同基本計画というのを立てたんです<ー>でそれが土台になって今あの安倍総理が、ねうん、女性の輝き社会2030 20ということを言ってらっしゃるんだけど、うん、特に女性同様にはねそ<う>あの重きを得てますからね。 といいいうううのがあっっててだなふにはでもねそうは言いつつ次の選挙では、まあ、野党第一党になるのは民主党だっていう、まあ、結果も出ておるわけですからね、うん、まあだいぶ復活してくる議員さんもいらっしゃるからね,、うん、そうね楽しみですねそうしなきゃいけないですよね。うんはい、そして政権交代のあと、うん、なんと3.11が叔父本であるんですね。はい これはどちららにいっっしゃったんですかは私はちょうどまだ国会が開かれていましたからあの東京議員会館におりましたけれどももうあの全部国会もストップして大慌てで部屋に戻ってもう大変でまさかね信任がご地元の方だっていうのはね,ねそうだって東京の地震かと思いましたからねまずは,は<ー>そしたら「えっ?」ていうことでもう地元に連絡は取れないでしょえっ、ー、とねまず一番にあの、はい、仙台の事務所からえ「え 大丈夫ですみんなだいあの怪我はありませんっていう一報が入ったんだけどその後は全然つながらなかったし家族とももうずっとつながらなくて 2> <え>え丸2日置いてだったですかねつながったのが心配ですね心配でした小さいお子さんとかいらっしゃるんですか いや、小さくはないです。えー、んなことなのでも<う>。<laughs> もう大きいですよね。もう大きいですけれども。<laughs> うん、はい、心配だったですけれども、うん、なんとか、あの、私の家族は無事だったです。でも、あの、親戚等にはですね。あの、福島原発の。あの、近くに、す、住まいしてたものも、あの、いたので、はい、やっぱり厳しい状況だったですね。どうですか、今復興は、あの、まあ、被災。 3県の中で、うん、まあ一番仙台は宮城県は進んでいるというふうな話を聞くんですが被災そのものが大きかったですからあの全体で、えー、と亡くなった方2万1,500人ぐらいに。 また行方不明で今日はあの6月11日ですからちょうど震災から3年3ヶ月なんですけれども今日もあの宮城多分岩手もそうだったと思いますけれども行方不明の方々の捜索活動っていうのが行われたと思うんですね。うんうんうん 本当に厳しい状況でした。うん、とりわけ宮城の被災地は亡くなられた方々が6000人を超えるという本当にあの厳しい状況だったわけです。あそうですね。それで、えー、ようやくあの今3年3ヶ月経って、えー、困難なところは通り過ぎたけれどもまだこの間の宮城県の村井知事はえっ、ー、と。 復興事業がね当初の予定は2015年には完了したいっていうことだったんだけどでも間に合わないって2017年2年ずれれ込むということを発表されたんまあそれだけ厳しい状況だっていうことう東京にいるともう忘れられてるところがあるかもしれないんですけれどもうあのそうじゃないまだまだあの長いご支援が必要だっていうことをぜひ皆さんにも知っていただきたいなというふうに思います。きっとあの知り合いの方も亡くなられたんでしょうね そうですね。えー、何人か。そうですか、うん。で、あの、私、その後、あの、復興も担当する政務官になって。そうですね。政務官やられてましたね。えー、これはどちらの省庁の政務官だったんですか。えっとね、内閣府の政務官だったし、はい、復興庁が後ほどできるんだけれども。えー、その時の担当でもあったんです。地元の東洋ですよね。そうですね。ありがたかったなと思いましたけど、うんうん、あの、反面、とても、あの。 知っている方々のところですから厳しいなって思うところもあって複雑なあの思いをお当初は抱えましたけれどもでもすごくあの本当あの頑張らなくちゃいけないって思ってある意味ではあの、えー。い ポテンシャルが上が上ったっていうい頑張らなくちゃとということですもそんな中ですね、まあ、民主党から自民党の政権に変わった時に、まあ、復興費の一部がね、うん、こう,う,うまく使われてない違うものに使われたそれはまあ自治体を通してどんどんフィルターにかけられて、うん、違うものに使われたっていうのは、まあ、全然効率も悪くない話ですけど、うん、どう思われましたたすすごいいショックだったんじゃないですか、ね、あの私たちの時にもね随分あの言われたことは言われたんですが、えー、あの東日本大震災はあのそれこそ津波の到達区域は。 もちろんですごもし,しのことだと思うんだけれども九州まで。 津波が到達しているわけです,そ,です、はい、それから地震の揺れによる被害もものすごく広範にわたっていたもんですから甚大な被害を受けて当初あの、えー、といろんな産業もですねあのプライムチェーンがあの壊れちゃったことによって産業も立ち行かなくなるということもあったので実は被災地域だけじゃなくてあちこれは復興に期すために、はい。 あの復旧に重要だと思ったからなんですが、それの一部もあの随分指摘を受けて。残念だなと思うところもないわけじゃなかったです。ただ、まあそれに乗じてですね。あの、まあ、この普通だったらば、あの当初予算でつける。普通の省庁がつけておくべき予算も復興だみたいにして。のっけられたところはないわけではなかったんでしょう。なので、随分指摘されましたね。だって、あの出した方は復興だ、復興費として出しても、そこからまた。各 地方自治体に行って振り分けられる時にまた違うお金になってしまってるということですからね <laughs> <ん>驚いきますよねねそれがねでもあのとにかくお金はいくらかかってもこの状況はなんとかしなきゃいけないっていうのがあの当初の共通の思いだったし、うん、それとねエピソードなんですけど女川、はい 町ってありますでしょ、はい、あそこもものすごい被害大きな被害があってそれで当時は菅政権だったですが菅、うん、さんは仮設住宅をお盆までには揃えたいっていうふうにおっしゃってたんだけど女川町はあのー コンテナを使った3階建ての仮設住宅を<ー>あの海外から取り寄せることにして、はい、それの許可が少し遅れましてね、うんえー、出来上がったのが9月の末だったんです。うん、だから、あの女川の被災されてた皆さんたちは避難所で9月末まで暮らされてた生活されてたんです。<う>で中にはね。テントであの3世帯の。 方々かな、あのー、ずっと暮らして,てずいて随分ご苦労かけましたねってっ申し上げたらば、あのー、若いお母さんでしたけれどもねいやーまあ大変だったけどでも楽しかったわよねっておっしゃって雨降るとねみんなでテントの上こうやって持ち上げてジャジャ,ジャ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 ッとあの雨水落としたりして子どもたちなんかもみんなワイワイガイガイガイで楽しかったわよって余計な涙を誘いますねその話はね。いや 本当に生きる死ぬっていうところを乗り越えてきた方の、うんうん、あのそしてお互い支え合った方のあのなんていうんだろうすごいなと思って胸が熱くなりましたそうですかうんいや本当にいろんな意見がありますね。うん,うん。 はい、目の当たりにされてますからねいろんな被災地に行ってらっしゃるんですよね、はい、きっとね,そうですね。行かせていただいてでも今あの冒頭ご紹介したようにみんなこんないい顔になりましたということであのこのポスターの皆さんの顔、ね、ちょっと切れてますけれども少しだけ写していただくなんていうわがままを申し上げてよろしいでしょうかもちろんです。 そしてこちらはあごめんなさいいちごハウスこれもですね苦労したんですえー、でもあの高床式って言ったらいいのかしらあの高節のあの <laughs> あのねえー、栽培方法になりましたので、えー、高齢者の方も腰を痛めずあの収穫量も上がるんじゃないかなと思って期待をさせていただいてますここに行き着くまでには本当に本当に言葉には尽くせないご苦労されたことだと思いますけれども。<laughs> でも本当にありがとうございました。全国の皆さんもご支援ありがとうございます。ぜひあの石巻のお魚それからいちご召し上がってください。よろしくお願いします。<laughs> 拍手いただいてしまいました。で選挙は何回やられたんですか今まで？三回。もうずっと連続でバチつけられてますよね。そうなの連続で。二千五年、二千五年、二千九年、二千十二年と。うん皆さんこれが。 民主党の強い方の雛形ですから、ええ、そ<う>見といてくださいよ。そうですか。皆さん、バッチ外されてますから、途中でも,何度も、ね。でもね、<laughs> 優秀な先輩方とかがね。本当、苦敗をなめられている、今地域で頑張ってるのを見ると。私たち、せっかく国会に送っていただいたんだから、<ー>国会で。ぜひ、形を残していかなくちゃいけないと思ってます。でも、この間の選挙は辛かったんじゃないですか。うん、でも、私は、はい、あの。そういうふうに、皆さんおっしゃったけれども。うん 民主党はこれだけやったっていうことをあの、まあ、随分言ってで復興の現場でもですねあの随分いろんな声かけていただいたんですよくやってくらくださいましたねって声もいただきましたし、うん、そういう意味では。うんあの 自分ではね、そんなに辛くなかったんですが、すただ、分析を見ると、<laughs> えー、まだだめだぞ、まだだめだぞって、事務所のみんなに言われるんです、うんうん、それでね、もう今分か毎日、ね、そう、選挙うそれでね、ずいぶん走りました、走りました、うん、選挙カー降りて、かけるんですよ、かけて、坂道もかけてですね、選挙カーがずっと遠いところまで行ってて、そこもかけながら、うん、あどうもどうも、よろしくお願いします、どうもどうも、バかどうもどうもってやってですね。 えっと、七キロ体重落ちました。七キロですか。す,い,す、ね、い,い。いい、あの、<laughs> ダイエットになったんですけど、あの、でも、すぐまた戻りましたけれどね。はい、わかりました。はい、はい、氷川日子さんの幸せ度数年表です。すみません。<laughs> はい、最近の成長フィックスです。はい。えっ、ー、と、はい、あの、六月二十三日から。六月の二十九日まで、えー、何の習慣だかわかりますか。うん 何、どうぞ榎本さん。あ榎本さんとおっしゃるんですね。<laughs> かいはい。どうぞあそこさん。男女共同参画週間、全然わからない、ね。わかんないですよね。わ <laughs> かんないですね。という習慣が設けられておりまして。はいうん、それで内閣府がね、あのキャッチコピーを、あの毎年募集してるんだけれども。うん、今年の募集の一位がですね。うん、すごいなーって私もあの嬉しくなったし、あの感動したんですけど。カジバのパパジからって言うんですよ。 家事を家事育児の家事<ー>家事の場のパパの力家事場のパパ力うわなんかすごいそういう人が作りそう。<え> <laughs> 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 でもあのねあの私は子供一人しか産めなかったんですけど、ええ、2> 第2子の出産率が高くなるのは、うん、夫が育児に協力をするかどうかイクメ面であるかどうか,か,か。皆さんんかららそうなんですよいくら 自分は違ううと言っても時代がそうなんんでですすよそうなんですなのでぜひこの「家事場のパパ児」からあの女性のためということだけじゃなくて、はい、男性も、うん、あの自分の生き方っていうのをね、うん、あの子育てにもあるいはいろんな家事にもまた地域にもということで、えー、時間を使ってもらいたいっていう思いも込められてるんだと思うしね、はい、とてもいいなと思って、はい、今紹介させていただきました。うん、で私は今あの党の 男女共同参画委員長というのをあ<は>あの拝命してまして運動体ではあるんですけれどもあの女性の政治参画を含めて、えー、社会の中で、まあ、女性が、えー、輝けるようにう安倍さんじゃありませんけれども、えー、私なりにもいろいろと努力させていただいているところです。まあ言ってることは安倍政権とまあ一緒というか一緒なんですよねそこ,はそこのところは。<laughs> 必ずしも何と言ったらいいんですかね細かいところで政策的なところで言えばですね、えー、あの逆行してるんじゃないのっ言ってることとおやりになっている政策の中身っていうのは必ずしも一致していないところも終わりになっていて、うん、安倍政権が,安倍政権が例えば育休3年ですとか、えー、あそれからあとはあの女性を仕事に出なさいって言っておきながら、うん、育休3年だと子供三3人産んだら9年もね。 お休みしなくちゃいけないってことになっちゃうし、それで職場に戻るっていうのはなかなか大変。それからまた、あのう、、無理なんですよね。そうだとね。そうなんです。それから、あの、えっと、家事育児についてですけれども。あの保育所だとか増やしていくというふうにおっしゃりながら。あの家族は大切であって、子供は一定期間やはり女性が、お母親が育てるべきというような。そういう政策に振ってもおり、え、ー 在宅医療であったり在宅介護を増やしていく方向性でそれを見るのはじゃあ誰ですかとそれを担うのはどなたですかっていうとみんな女性に来てしまうところもあの見受けられたりねいろいろ細かいことを言っていけばあのたくさんあるんですけれどもあの真の意味での女性が まあ仕事をしながら子どもも産み育てそしてえなんて言うんでしょう,こう大切にされて社会でも貢献できるそういう世の中になっていくのがいいんだと思ってます、ね、実際どうすればいいんでしょうねそれね現実問題ねああでもあのこれは今ですから家事場のパパからじゃないですけれども育面を含めて男性の家事参加っていうのがあの少しずつ増えてきてますからこれもさらにあの増やしていかないといけない。でもあ,れあれなんじゃないですか逆にあの永田町の省庁の 霞が関の例えば財務官僚の人なんか休めるんですかうん、うん、ああのねでも、はい、あの森大臣は、はい、えとまずは森,大臣森雅子男女共同参画大臣。ということで、はい、役所から。あの 会より始めようということでやられている、うん、わけで、でえっと自民党にちょっと取られちゃってますね。自民党がもうあの、うん、少しずつ進んできていると思いますね。さらにこれを進めていただかなくちゃいけない。うん、それとあの女性のねあのえっ、ー、と活躍度数って言いましょうか、はい、あの世界経済フォーラムが毎年発表しているんですけれども、えー、日本はあの百三十六か国中百三十七か国中だったかな。あのどの辺に続けているかっていうのはあのご存知でしょうか。 105位なななんんですよそんなしし下なのでこれがね残念ながらあの安倍政権の中で順調に順位を下げている <laughs> これもねちょっとどうにかしなくちゃいけないとりわけ政治の分野はあのー、127位。うん カ国それはあの女性議員のってことですかそうです女性議員がこんなに少ない1割以下だと言いますもんねトップのところに比べて、ね、そうなんですね127位って何,、ね、何って思いますね これもですから女が増えればいいということでは必ずしもないかもしれませんけれどもやはり女性が政治参画しやすいようなそういう仕組みを作っていく必要もあろうというふうに思ってます正直言ってやりたい人いないですもんね女性でねということ申し訳ないけど周り見てもということ本当にでも美和さんだってご関心が終わりでかつてそのね議員をされてたわけじゃないですかこういう人はちょっと超マイノリティィなんでだかやりたいって人いないですもんね 自らどうしてそんな嫌な思いしなくちゃいけない,ってい。嫌な思いね。それってやっぱりかなり終わりだったんですか。うん、やっぱありますよ。それは<ー>もう何とも。やはり、あのね。 プラスの面もあるけどマイナス面もあるから、うん、もうそのせめぎ合いですよね。うん。確かにあのきついところもありますね。休みなんかほとんどなくなってしまうところもあるかもしれませんし、うん、でもあのー、やっぱり女性たちが少し軽く乗り越えていくようにして、それを見せていかなくちゃいけないんじゃないかと思ってるんです。ですからぜひあの <laughs> <に>私のようなものでもやってるんだわよっていうことをと伝えてね。ねあのコウさんのこの笑顔でなんかいい感じですよね。<laughs> まあぜひあ本当に多くの方。 方に参加していただきたいし、サポートできるところはサポートしたいというふうに民主党は考えております。はい、よろしくお願いいたします。はい、いや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 、じゃあ、最近の政治トピックスでした。はい、みんなで、これ、こんなもんでいいんですか?。いいんですか?。もっとなんか、いや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 、あの、うん、そうですね。まあ、どんなもんかよくわかりませんけど。はい。あの、何派なんですかグループ的には。あ。 いくつもグループがありますけれども、えー、今あのここですからあの選挙総選挙参議院選挙の後あと随分と人が減ってしまいましたのでねあのいろいろな、まあ、流動化もしているのはあのいろんな報道を見てご承知のことかもしれません私自身はあの、まあえー、いくつかというふうに申し上げていいのかどうか分かりませんけれどもあの勉強会。 おいじゃあこの間細野さんが来ていただいた自政会とかには入ってないんですか、ね、自政会はあそこだけって浮気はだめ浮気っていう言い方はま,あまずいですけれどもあそこはあそこ一途じゃないとダメなです、ね、そうなんです厳しいところなんです,んです、ね、そうなんらしいですね私ははい そうですか、えー、でもそういう、ね、また引っ張っていくニューリーダーの,、ね、あの細野さん自身は第三世代って民主党の第三世代って呼んでます確かにそうなんですよそのグループがいる、ね、とあの今、ね、でもあの第三世代って言われる人たちは、はい、あの細野さんだけじゃなくてま馬渕さんもいるしあ、ま、他にもいろいろいることはいるんですよ、えーで、その皆さんたちをいかにあの民主党にこういう人たちがいるんだっていうことを、ね、見せていくかっていうのも課題じゃないかなというふうに思ってます、ね、はいわ、はい、かりました。 次です今だから言えるあの日のあの出来事ですあらあらあらえー、っとですね <laughs> えー、私あのさっき政務官になった時あの,のお話し,しましたけれども私だけあのえー、っと数日遅れで。 政務官の事例をいただいた、ね。どうしてですか。あの普通ほら、えっと大臣副大臣政務官もそうなんだけれども。あの官邸の赤絨毯に引かれた。あの会談のところにみんな立って、えー。記念撮影をするんですけれども。ああねうん、その記念撮影に混ぜ混ざれなかったんです。どうしてですか。えっと。ちょうどね、その時に、あの二千。はい2000 十一1 1年の9月でしたけれども野田内閣が発足して第一次野田内閣の,あの任命式があってえそして辞令交,交付式があるんですけれども台風が来てまして台風12号15号だったかなあの奈良とか和歌山とかに大きな被害をもたらしたあの台風だったんですけれどもその調査でですねえと政務官がそちらに行っていて。 帰れないからあの、私の担当するのもその防災も含めた災害対策も私だったんですけれどもあの帰れないから頼むよもうしばらく待ってくれとあの数日前に連絡があったんです。で「あそうかじゃあ分かりました」 でもみんな事例もらってやってるけど一向に連絡がない大丈夫かしらっていうで私が事例を実際に受け取ったのはじゃ内示は出てたんですか内事はねそうなんです皆,さん皆さんには言いませんでしたよあのやってもらうからで<あ>こういうわけでん黙ってるんですね台,台風が来てても、ね、て今そっちに行っているのであの少し遅れてになるけれど <laughs> あの頼むねって言われて「分かりました」っていうふうにの返事してたんですけどその後一向になんだか。 あれどうなるのかなってでみんな階段での写真撮影も終わっちゃってあれどうなるのかなみたいに思っていて後ほど「今日電話するということにするから」みたいな「確かにいただきましたでは今日ですね」みたいな,なんか。 ね改めての電話をいただいてようやく胸なで、ね、撫で下ろしてそれで事例式に臨んだという、うん、その内事はどなたから電話があるんですか官房長官でしたあ,あそう当時官房長官どなたでしたっけ藤村あそうです官房長官そうですかご存知ないすいません <laughs> <laughs> どんな人だっけ <laughs> <ー>すいませんあのあはいはいはい でうそうです、足長育英会のことだとか、一生懸命にやってらっしゃった、すっかりテレビで見ないと忘れちゃうんですよね。うん そうね、人は忘れやすい生き物ですね私もこのところ本当にあの強く感じたりいたしますそうですかこんな西条は忘れるわけないですね今ここにある本をねこれ何のために持ってきたんだっけかなって今また思い出しちゃったさっきの政治最近のトピックス政治トピックスでお話ししなくちゃいけなかったと思ってたんですよ男女共同参画委員会の委員長今務めていて男女共同参画にはとりわけあの思いを入れて るんだけど、このベアテさんって、私知らないです。憲法二十四条を作っ,作って、<あ>そうです、シ田さんね。で、このベアテさんが日本に今、えっ、ー、と二千二千五だっけかしら亡くなられた大晦日、二千十一年だったかしらの十十二月三十日に亡くなられたんだけれども、ベアテさんが日本に来られて、<お>えっと二千六年の十月十四日あのこ、ー、れ。ほら 氷にって あのサインくだささったんんですすすねねね今ごいい注目されててますもん、ね、憲法改正について、ねうん、そうなのそういう中でね私はやっぱりあのよくこのベアテさんのことをねあのよくもし知りもしないで作ったんじゃないかっていうようなことをおっしゃる方もいるけれども、はい、でもやはりあのとても素晴らしいことをベアテさんご自身も小さい頃日本で過ごされてそしてとりわけ日本女性の苦しさっていうのを間近でご覧になっててそして あの憲法草案をされたっていうことを、やっぱり私たちは大切な贈り物だなというふうに認識をしていてね。この憲法二十四条もそうですし、幸福圏の十三条もそうですし、そして九条の問題も含めてね。うん、やっぱり、考えていかなくちゃいけないと思ってます。どういうお考えなんですか、小西さん自身は憲法に対しては。えっと、今日もね、あの統一、えー、討論がありました。集団的自衛権の行使について、はい、いろいろあの。 総理もおっしゃってますけれども、あの私は、えー、とこの間あの、いろいろなところであの、いろんな方もご説明されてるけれども、あの例に出されている事例が、うんあの、本当に現実味があるんだろうか。 っていうことと、それからまたそういう,う想定は本当に集団的自衛権といれ言える分野なのかどうか、うんうん、つまりあの個別的自衛権で、えー、解釈できるところっていうのもあるだろうし、えー、何のためそもそもこれをやりたいのかということを、うん、あのもうちょっとはっきり言ってもらわなきゃ困ると思ってるんです。集団的自衛権っていうのはつまり自国が戦争をしなくてもあの戦争に加担をし,していく武力を行使する、うん。 ということですから武力を行使した段階で、うん、敵国とみなされて自国も攻め込まれるということを覚悟しなきゃいけないわけですね、うん、つまり日本,日本にも戦火があの降り注ぐということを覚悟しなくちゃいけない、うん、っていう問題に直結をしているということは安倍総理はおっしゃらないじゃないですか、うん、そういうことはないんだと必要最小限だっておっしゃるけれどまうま、ね、まく隠してますよ、ね、でもそこは違うということをね、うん、やっぱりもうちょっとあのしっかりと。 見て聞いていく必要があるんじゃないですかね。なかなかそこでね。民主党が独自の考え方をビシって言えないところが今辛いところでしょうね。うん、今日もね。あのえ,ー、えっと楓代表も頑張ってました。けれども、も、えー、もっと強く。 おっしゃればいいんですよね。うん、やっぱりね。うん、だから<の>テレビご覧になっている皆さんの前で、あの自衛隊が血を流すということを。あのあなたは宣言するんだなと。そしてまた自国を攻め込むということについて、これを容認しろと言うんだな。っていうふうなぐらいまで。言っていただいてもうやったんじゃないかしらとれって。ううさ,加枝さんにいろいろレクチャーしてあげないと。いや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 。<laughs> ね<え>でも。本当にあの。うん、えっと、そう,うリアリティが。 こう一般国民には賭けし ててしまいがちなな話になってるんですの,方は、ね、のそう確かにあのいろんな周辺事態っていうのも変わっていますから今の自衛隊の皆さんたちがあの大変困っておられるところは終わりだと思うんです。私もあの自衛隊の方々といろいろ意見交換することもありますし、うん、あの仙台の陸上自衛隊にお邪魔してあのお話聞くこともありますけれども何が困っているのか例えば海外に出された時にどういうことが困るのかあるいは日頃の訓練の中でもね装備でどういうふうな状況なのかも 含めてやっぱりいろいろ議論していかなくちゃいけないと思うんですがあの今、今政府の中でやられていることは現場の声があまり反映されていないように見えてならないですね。うん何のメリットがあるんですかその集団的自衛権を適用すると私安倍さんに聞いてみます。安倍さん <laughs> いやそうなんですよね。ね<え>なんかん な何を大義にしてるんでもそれはですからねもともとある個別的自衛権の話で十分なわけでアメリカあの世界で一番強いアメリカにじゃあ,あのどこが戦争を仕掛けますかと。 あのアメリカの艦船に乗せてっていう絵で説明してましたけど、はい、あの母と子孫、ね、そう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 あれもまたうまいですよね。うん、<laughs> ああいうもしかしたら諏訪戦争かみたいな時に母と子の母子手帳みたいな絵を出したよね。そうなのね。でもあれはあのアメリカの艦船に乗せるなんていう危ないことはしないんですね。普通あの戦争地からあの避難させるとすれば。 いろんな民間のいろんな手立てであの避難させるわけですし攻撃されるかもしれない船にわざわざ乗せてえと避難させるということは想定しづらいということもあるんじゃないですかそれら含めてですねもっと国民的な議論をしていかなくちゃいけないし国会の中でもあの議論を詰めていかなきゃいけないんだけどそれをねあの してくださらないのよね。ないがしろにした、そうなんです一強自民党が、うん、まあでもね民、民主党もそういうとこなかったんですか。<laughs> 私たちはねじれのねじれの状態でしたから、<laughs> うかもうずっとあのー、スパッと一強に行かい,かい,いかなかったですね。辛かったですよ。本当に。今いやらしい話ですけど、うん、まあ野党でね、公明党と、うん、公明党と組むというね。 話もいろいろ出てるじゃないですか。<ー>民主党が公明党に宗派を送って、やはり今集団的自衛権の自民党と公明党が合わないところをうまく掘り起こそう,ていう。うそうし。まあ、あのいろいろ。いや,い, <laughs> い,い,やいやいや、わかりません。私はそんな、あの幹部じゃありません。偉くないのでわかりませんけど。ただ、あのいろいろなことは、あの、かまびすしく話されているんでしょうね。うん、でも、私たちはやっぱり、あの、まあ。 まあ、曲がりなりにも一度、失敗しましたけど、政権を担当させていただき、そしてあの数は少なくなったけれども、質のいい議員は、はい、あの大勢いるというふうに思ってますので、はい、えそこがあのなんて言ってるんでしょうか、えー、力にですね、盛り返せるようにしたいと思います。よ 復活しししてきまますすから、ね <laughs> ね、ぜひよろしくお願い,いします、まあ、その時から初めてまあですねねこの二大政党で,、ねまあ、でも初めて政権交代、まあ、あのまるっきり政党を変えての政権交代っていうのを、うん、あのやったわけじゃないですか、うん、で皆さんの投票がそういうふうに変えるんだ、はい、変えた結果あまりにもひどかったなっていう部分は、うん、<laughs> あったのかもしれませんけれども、うん、でもまあ あの私たちも学び、少し足腰を強くして、えー、もうちょっとなっと言ったらいいんでしょうか。あのー、懐深く対応できるように、うはい、まあ訓練をしてその日を目指したいなというふうに思ってます。はい、それでは質問ありますか。どうぞ。はい、まあ。はい。はい、ええー、まああのやっぱり女性の参酌ということで。 やっぱり今少子高齢化にこうどんどんなっていく中でやっぱり女性の役割すごく大きいと思いますし社会やっぱり働きとしてもですねでやっぱり子育てとか両立をするのはすごく大変だと思うんですけどもこう社会進出しながら子育てっていう意味ではやっぱりこうなんか今の制度だけではなかなか難しいなっていうのが実感なんですけど、まあ、男性の役割っていうのもあると思うんですがやっぱりそれの女性が社会進出だとこう。 子供を少子高齢者に向けてなんかこう解決方法ってどういうふうにしたらけですか 今あのものすごい人口減少が急速に進んでこの間あの増田さんたちがあのびっくりするような消滅する、ね、地方都市が出てくるだろうというようなそういう調査の結果が出されましたよねやっぱり衝撃的だなというふうに思いますえただあの今のような状況日本の人口規模っていうのは何人ぐらいがじゃ適正なのかっていうこともあるのかもしれませんけれどもだいたい1億人ぐらいをキープするとすれば、うん あの今子どもを産む女性の数そのものが少なくなってますけれども2.1位ぐらいまで回復しなくちゃいけない。 という風なあの数字としては出てるんです。ただ、女性があの子供を産むか産まないかっていうのは、まさにその女性たちのあの判断決断ですから、あの国のために少子化ですから、どんどん産みなさいって言ったんじゃね。<laughs> それこそ変な話だと思ってます。ただ、産みたいと思っている方は、あの生みやすいような社会を作っていくことが大切なわけで、それに対する。あのサポートはあのやっていくべきで。今あの。 まあそれこそ今の政権でも、あのー、それについては、えー、前向きに取り組んでいただいているところもあるんだろうと思います。で、えー、と消費税を8%に上げましたね、でこの上がった分、5兆円ぐらいの増収になるんですけれども、この5兆円分の、残念ながら社会保障、子育ても含めてですよ、す、あ、べ、のー、てそれに使いましょうっていうふうにして、実は私たち3党合意したわけなんですが、残念ながら5000億円程度しか、 あの流してもらえないんですねでしかもあの子育てのところに対する当初の計画予算からはあ7あ、まあ、本当にお金が7,000億ぐらい足りないこれはだからあのもうちょっと予算をつけていかなきゃダメだよっていうことを あの野党の立場で強く言っていかな。くちゃいけないし、これはもうあの国民の皆さんに対する約束だったはずだろ。ということで詰めていかなくちゃいけないと思ってます。それと、あの働き方の問題ですよね。うん、男性が長時間労働だということであるならば、それをもう少しあの。 いわゆるワー,クワークライフバランスって言ってるけれども、うん、もう少し短時間で仕事を切り上げて今見えない無償労働になってる家事や育児っていうところにも責任を負ってもらいたいし、うん、あの夫婦で子どもも育てられるような環境を作っていかなくちゃいけないしやっていかなくちゃいけない課題はたくさんあると思ってます。子子いろいろどもも手当いいろろ言言わわれれれれまましししたたけこによってあの少しは子供の数が 増増ええたたたんんでですす子む人ちがてきね高校の授業料の無償化もそうだと思うんですけども、まあ、こういう政策をやっぱりあの今は野党ですけれどもあの言わなくちゃいけないところはしっかり言って、えー、頑張ってやっていかなくちゃいけないというふうに思ってます十分な答えになっていないかもしれませんけれどもすごく幅広い頑張ります、はい 私なんか独身でなんなんですけど <laughs> あのやっぱ男性は一般的に残業し,してきたって言いたいんでしょうね <laughs> 人が多いんですよね <laughs> 私の周りは <laughs> <え>あんまり家にこうそのまますんなり帰りたくないというね<え>、うん、そういう人も多いんで仕事の方があが居心地がいいのですかそう家に帰りたくないって人もかなりの数いると思うんですよねだから これから時代がそうなっていくと本当に夫婦単位家族単位の,あのこう環境を良くしていかないと生きにくい時代だなっていうふうに思いますよね。 まあ、かといってこう,もう夫婦子供が好きって人は結構意外と働くのは嫌いだったりとか <laughs> あでもね何でしょう別にあの、えー、と女性が、えー、専業主婦になることは、えー、ダメよというふうに言ってるわけじゃなくて、うん、それはそれでもいいんですよ、はい、あのただあのどういうふうな選び方をするかね、うん、その人が選びたいそうそう選びたい人生を送れるような男も女もそうそしてほしい高齢者もね あの本当に生涯現役で働きたい、うん、働ける人は働い,あの働いてもらえれば、ねうん、いいなと思うしそういう、まあ、社会を作っていくべきだと思うし、ね、それと東証、えー、一部上場企業のうち女性の,、うん、あの経営者がいるところはい、はい、ここは、ね、確実に、あのー、儲かってるっていうはい、はい、そういうデータがあるんですよで上場会社ってみんな儲かってるんじゃないんですか そういうデータもあ,のあるんですだからあの女性たちのアイデアっていうのが経営にも、うん、あそれこそ経済もものすごく良くしていく、うん、その力になりうるっていうことをね、うん、あの企業の側ももうちょっと気づいてもらいたいなと思って。 忘れるのは必ず男性だって言いますからね。<laughs> わ男性のこうウェイウェイター。あらそうなんだ。女性は必ず持ってくるっていうデータがありますよ。それも面白いですね。うん、ね女性の方がねこう頑張るんですよ。うん、皆さん。<laughs> いいですか。<laughs> はい、それでは次の議員さんをご紹介していただけますか。はい、わかりました。はい、えっと民主党はそういうわけで、あの衆議院は三人しか女性議員がいなくなりましたし、ああさあ衆議院は、ね、ですね、<ー>参議院は九人なんです。女性議員で全部でこの十二人しかいないんですが、そのうちの一人西村。 マサ参議院議員に、はい、あの電話をかけて、えー、みたいと思います。ご紹介をさせていただきます。はい、彼女もあのえっ、ー、と男女共同参画委員のメンバーで頑張ってくださってます。えー、す歯医者さんでもあるんですよ。<ん>うん、そうですか。うん、あれですか。<れ>えどうしたんですか。疲れてないですか。 いや大丈夫。<laughs> 使われ、あ、あ、よかった、よかった。氷和子です。氷 <laughs> はい、お疲れ様です。今、あの、ミワチャンネル、ミワさんと一緒にお話をさせていただいてますけれども、えっ、ー、と、次回、25日,25日なそうですけれども、ねはい、この番組出ていただけますでしょうか。喜んで、喜んで、ありがとうございます。よろしくねしく願い よろししくお願いいたしますよかったですよかったよかったありがとうございます <laughs> あの彼女は実はね、えー、2回目だってそうですねあ <前 S 1> ご存知出ていただま、ねまあ、あの実際名前だけ言っただけだって言ってました、ええええ、夫と一緒に出て<う>夫がメインだった来ましたよねこの間あれご主人今落選中落選中なんですよよ、はいえー、関西の方ですよねはい、はい 九州ちょっとそうですよね西のそうです,ね西の方ですよねいやそうなんですかいやあのー、2年ぐらい前に、ねまあ、頑張ってますんでそうですか嬉しいでしますじゃあ今ご主人が地元で活躍されて<お>奥様がもう永田町に来てらっしゃるという感じなんですねそうですかいやでも民主党の女性議員さん久々にお会いしましたけどはい いいですね。そう。私好きなんですよ。いやでもあごめんありがとうございます。皆さんにそう言っていただいてありがた。ね何とも言えないか皆さんね結構統一感があって。あ統一感あります。あ本当ですか。すごい好き。あありがとうございます嬉しいのあの自民党の女性議員もまたそれなりのあのそれなりのあのカラーがあるんですけど民主党のカラーのこの女性議員の大好きなんです私。 どうなんですか。自民党の女性議員って推しの強い人が多いの？やはりね、あの右寄りというか激しく右というか、そのやはり国家とはっていうのが前面にあってっていう感じで、もっと硬い感じですね。硬いんだ。ごめんなさい柔らかくて。でもね、素晴らしいです。人の懐に入っていかなくちゃいけない政治はと思ってます。そうですか。いや本当にね、あのそんな少ないなんて知らなかったですよ。女性議員が民主党特に。 あのね、女性議員じゃない民主党のですよ女性議員も少ないのはもちろんですが、民主党の女性議員がそんなに減ってしまったっていう現実はね。えー、だからね、今の、まあ、女性だけじゃないですけど、あの今の政治状況で、ですね昨日ちょっと、ある学者の先生方と話をしてたんだけれども、政治のセンターを取れと。 民主党が。それからええ、ごめんなさい笑っちゃって。そうなんかどこかの総選挙みたいですけれども、マユウなれと。そう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 。そういう風に努力していかなくちゃいけないなと。ええ、ジャパンデモクラティックパーティー JDP 何人いるかちょっとあれですけれどもで政治のセンター頑張りたいと思います。いやその気持ち必要ですよね。 いやもう本当にぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。すみません私最後にいい<ー>あのお芝居に出ることになりましたので <laughs> あのどうぞよろしくお願いいたします。<laughs> あの6月18日から22日、えっと、笹塚ファクトリーというところでありますあの私お芝居はですねあの女子大生タレントだった時フジテレビで鶴太郎劇団というのをメンバーだったんですけども <laughs> それ以来ということですので、えー、あの日々稽古に励んでますので <laughs> ぜひ遊びに来てくださいどうぞよろしくお願いいたします、えー、すみません素晴らしいいや本当に久々に会えて嬉しかったです私もですねうね永田町ででバッチをつけけてて、ね、さんがいるってことだけで 素晴らしい。いや、でも、あの、美和さんちっとも変わらなくて、お綺麗でいらっしゃって。はい、あの、嬉しいです。はい。ぜひ頑張ってください。次はですね。選挙区で。バッチを取ってください。はい、そのつもりで頑張りたいと思います。期待しましょう。ありがとうございました。第百二十一回目のゲストは民主党公理和子衆議院議員でした。ありがとうございます。すみませありがとうございました